どうやらこれがボスキャラらしいですよね。確かこれ150ページか200ページを叩き出さないと本体はいかないんですよね。あ、これで行く。これで、あれ見つかっちゃった。あ、はい、こちらです。これが本体となります。この本体を集中的に狙うわけです。痛いよ。あ、また閉じちゃった。皆様、上に何かあるのがお分かりいただけますか。はい、どうやらこれがボスキャラらしいですよね。何かが風にかけてきた。お前がもしお前の力に自信を持っているのなら私に挑戦するがいい。では頑張ってやっていきましょう。確かこれ150ページか200ページを叩き出さないと本体はいかないんですよね。あ、これで行く。これで、あれ見つかっちゃった。あ、はい、こちらです。これが本体となります。この本体を集中的に狙うわけです。で、その繰り返し。痛いよ。あ、また閉じちゃった。あ、これで終わってくれるといいんだけどね。行け、ファイラー。終われ、終われ。終わらない。くそ。あれ。あ、そうか、今気づいたんですけど、こいつ物理攻撃すると途中でタイプか。あなた、遠距離攻撃で対応していくしかないってことか。で、こんな感じで物理やっちゃうと、またこいつ閉じちゃうから、魔法攻撃でやるしかないってことか。閉じさせないようにするには。では、ファイラーでやりましょう、ここから先は。あ、オッケー、終わった。あ、やっと終わった。あ、長かったな。もしかすると早送りしてるかもしれませんので、ご了承ください。オッケー、エルメスの靴、頼もしいやつだ。頼もしいやつですか、ありがとうございます。で、このエルメスの靴って一体どういう効果なのかというと、はい、いつでも変質というね、もう非常に素晴らしい能力となっています。では次の動画でお会いいたしましょう。お相手はルーダスでした。チャンネル登録、高評価、待ってます。ツイッターやインスタグラム、LINE ブログもやっていますので、そちらのフォローもよろしくお願いいたします。せーの、バーレ。